市議選もやってんだ。へえ。あ、これでアボアリーナの方も行けるんだ。へえ。ちゃんと歩きますよ。さすがにいいタイミングで来たなと思いましたけど、さすがにね。あ、じゃない、アボアリーナから来たやつだ。ダメだダメだ、危ない危ない花のとこに来たとこある。しまった、うちは地下道を見たら入らないといけないっていう謎のルールがありますからね。そんなところに来てる、いつから始めて何のルールかも分かんないんだけどな。こんなところに、あっちも渡っても行けるみたいなんでね、アボアリーナには問題なさそうなんで。よいしょ、おお、こんなとこにこんなスーパーあった。役人がそんな気づきませんもんね。結構奥に入ったところでしたしね。で、こっちにもこっちでなんかあるの、まあ、こっちのが駅裏感はありそうですね。いそっぽ、で、こちら側はどんな塩梅なんかな。このとこにスタンプランドって何なの。スタンプって、あれか、ハンコ屋さんになってたか。そのまんまだな。で、あ、ステーションホテルウカタの駐車場、こんなとこにもあるんだ。へぇー、こういうタイミングの時が多いな。よし、へぇー、もともと商店だったんだろうな。中道はスーパーだっけ。あ、違う、あの畜産みたいなんだね。で、県庁舎が向こうにあって、で、あ、こっちはこっち市議会議員のやってるんですね。こっちは金物か、金物さんも穏やかですね。そうですね、やっぱファッションセンターですね。流行の最先端でございますよ。で、で、ちょっと歩いていくと、結構ね、電車の線路もこの後はくねくねしてますけど、道もね、くねくねしてますからね。マスヤ食堂、仕事人の宿、ビジネス旅館ね。そうか、ビジネス旅館も仕事人の宿っていうとなんかプロフェッショナル感がありますね。これが、ね、食堂と旅館が併設されてた感じかな。コーヒー屋さん、朝の5時半からやってるんだ。朝の5時半からやっとったら8時出勤とかでもね、ゆっくり使えますもんね。あとあれか、5時半だとこの辺り多分漁師さんも多いですからね。
そうすると漁師さんが一仕事終えた後ですからね、5時半って言ったら、もうバリバリ仕事終わった後ですから。島アリーナはもうちょっと向こうの通りか、どっかで渡らなあかんな。よいしょ。あ、そうだ、地下道入ったからな。これは何、フレッシュローカルプロデュース畑。あれかな、地場物を売ってたりするのかな。で、前にぶつかるやろ。で、確かこの道をそのまま左の方に行けばいいはずなんですけどね。一応地図で見とこうかな。おっと大変だ、全然道間違えてた。全然逆方向歩いとったね。また間違えた。あらあら。ってことは、ここを右に曲がってリカバリーできるか。まだなんとかリカバリーできるな。全然、やらかしてますね。よいしょ。そうそう。ぐるぐる回ってるからね。わかりにくいんだよな。方向感覚がね、やべ、これまで大王崎の方まで行っちゃう。北海大王崎は遠いですからね。あの美崎とどっちが遠いんだろうな。いや、まあどっちも相当しんどい道のりですからね。よし、ここは六本木。そうですね、あの岬ももう遠いなんてレベルじゃないぐらいの離れてますからね。無理無理無理。大宝崎もね、あ、無理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 。そりゃそうだ、全然。とても歩いていく距離じゃない。街はもう昼回ってますからね。いやー、諦めましょう、諦めよう。よし。これ年末特番かも。いや、順番的にはこれが年末年始の特番なんだよな。大丈夫かこれ。まあ、撮るのは撮ってるけど、これ大丈夫か。本当に、久しぶりに。いくらなんでも見どころが長すぎないか。大丈夫かな。